自力で行くんですか、ね、自力でズームアイやるんや。ズームアイしてるんですけど、すごい。ただ単に顔がこうアップに。あ、そう、そうですよね。出た鉄拳制裁の高さ。そうですね。こういうところはね、そう。ま、デカマシーンだ、ね。女とか子供にはめっぽう強く当たる高さ。そう。アメリカファッションチャンネル、どうも、こういちです。私がナロージです。よろしくお願いいたします。お願いします。さて、今回はもっと危ないのが第10話のいたずら、こちらのマニアックな見どころを解説していただきます。はい、はい、本当にね、今日はね、そのマニアック、マニアックふさわしい、うん、小ネタが散りばめられてるような、本当小さな、小さなネタが、そう、いっぱいある回だなというのが、いい、ね、楽しみですね。はい、うん、何度も見て思ったんですけど、はいはい、それをお届けしますので、本当にマニアックだと思います、はい、でまず最初、はい、一つ目、早速いってみましょう。最初がですね、あの銀星会系の組の事務所に発煙筒が投げ込まれるんですよ、うんうん、いたずらですね、これも、それもいたずらね。そうで、それに対してこう殴り込みというか、そうですね、勝ち込みが来たんじゃないかって思っちゃいますもんね。思いますよね。そうで、中の組員の一人が、まあ、銃を連発して事件になるというか、はいはい、結果発煙筒だったみたいな、はいはいはい、でその事情聴取で現場に、まあ、中さんとかトールが行くんですけど、ここでそのまずトールがね、うん、組員にまあ事情聴取をしようとするんですけど、うんうんうん、中さんがそれを制止するんですよ。ほうほう、まあ、あの若い血をたぎらせるなと、あここは俺に任せろみたいな感じで中さんが行くんですけど、はい、次そんな組員とやり取りした、したらあしらわれちゃうんですよ、中さんも、はいはい、そしたら今度は中さんがふーんみたいな、たぎらせるわけだ、はい、でトールが今度はまあまあまあ若くない血をたぎらせないでとか言う、なるほど、そのあのね、やり取りがあるんですね。振りがもう完璧ですね。うん、そう、中さんが、こう、なんかセンスを持ってね。優雅に行こうとしたら、自分もあしらわれたら結構カッカカッカしちゃって。はい、そう。で、若くない血を。たぎらせないで。っていう、それを今度、トールが制止するっていう、ね。なるほど、面白い。掛け合いが、まず、冒頭のやり取りですね。はい。続いて。はい。続いて、まあ、その、若者のいたずらなんじゃないかという、推測を今度署内に戻ってきた時に、はい、まあ、トールがね、これは僕の推測なんですけどみたいな、うん、殴り込みじゃなく若者のいたずらなんじゃないかと。なるほど。そうすると今度はカオルが何でもかんでも若者のせいにするなと、うん、っていう話から、カオルがガキに持たすな銃と金というフレーズを言うんですよ。格言っぽく言うわけだ。そうそうそう、まあ、要は銃を持ったら危ないし、金もいろんな、うん、まあ、何に使うか分からないしね、誘惑がね、いろいろな、そう、何に使うか分からないっていうので、でその後にガキに使うな銃と金というフレーズを今度、トールがタカトユジに説明したんですよね、うん、そしたらタカトユジがトールにもう金をじゃあ持たせないようにみたいな感じで要はあのガキと思ってるんですよね、タカトユジが。俺のことガキや、ガキと思ってんのかみたいな。いや、俺じゃ、で、俺じゃなくてですよ、トールもなんか出そうとするんですよ。あ、一旦乗るんや。そう、乗るんですよ。乗りツッコミをしちゃうぐらい、やっぱり。できてるわけですね。できてますね。港署のこのホームドラマ感があるという、うん。そう、エンタメがね。できてますよね。加速してる。モットの時はすごいっすよね。いろいろやってますよね。そう、それがね、散りばめられてる、本当に。ね。あの、本当拾いきれないぐらい。ありますよね。ある。いっぱいネタ出してますよね。うん、そうなんですよ、ね。ある回とかなんかローテーションで、課長の周りをぐるぐる回りながらされるやつ。あ、これだ。ここが？これ。あの、ぐるぐる回りながらローテーショントークしてくるみたいなやつあったじゃないですか。で、全部受け売りなんだよね。そうそう。高山を下がとか、先輩たちの話だとみたいな。なんか回ってんすね。みんなでぐるり、ぐるりってね。そうそうそう。それこの回だ。面白い。うん、あれもおもろいなと思って見てたんですけど。あれね、ほんと課長の周りをね。そう、何その回ってんの、うん、意味あんのかなみたいな。そう、あれも印象的ですよね。ねえ。そう、っていう。遊んでますよね。遊んでる。そう、だから、ね、発言内容とかは、遊んでないんだけど、動きでね、見せてる。動きで見せてるんですよね、あれ。だから動きと会話が合ってないというか、う、うん、緊迫感ある会話してるくせに、うん、メリーゴーランドみたいなんですよね。ぐるりって回るから、何それみんなで揃って。遊んでるんだよね。あれ面白いんだよな。近藤課長の周りで遊んでるんだよね。そう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 。本当に面白いですね。面白いですよね。そう、その回がここで、うん、そう、トールが、まあ、乗り突っ込みしちゃう。なるほど。いや、僕じゃないですよ、みたいな。ガキに持たせない。ね、金と銃だからお前出せって。そう。そこがまず二つ目かな、ね。もう見どころがね、小ネタ十分に、ね。はいはい。はい。続いて。はい。続いてはですね、あの、高と雄二が、
馬券を、うん、まあ、なんか馬のその競馬か、競馬場で、まあ、情報収集しに行って、はいはいはい、でその情報を持って、そんなおっちゃんがいたんですよ、ニット帽かぶった。で、そのおっちゃんに、まあ、情報代としてね、タカが当たった馬券をね、あげちゃうんですよ。あ、当たり馬券。そう。情報提供料として。そう。で、その当たり馬券をあげる前に、タカとユージがこう、車の中でね、こう、言い合いするのが、これがなんかの仲いい掛け合いなんですよ。お、要はユージは外したんですよ。外したんだ。で、タカは当たった馬券を出して、俺に聞いときゃよかったんだよっていう、当たってるんですよ。当たったんだ。で、その馬券を、こう、奪い合うというか、俺の借金がどうのこうのとか、この間のなんとかがとか言って、運転しながら、こう、馬券一枚をめぐっての、これがね、なんか仲良さそうなね、やり合いなんですよ。そこもぜひ見どころです、はい、その、お二人のファッショナブルな、装いなんだけど、やってることは小学生、中学生みたいな、いいですよね、感じが最高です。はい、続いて、はい。続いてはですね、村田という人間が、浮かんできて、うんうん、でその人間のヤサですね、ヤサにタカとユージが行くんですけど、はい、ここでもね小さなネタがあるんですね。あって、あの、まあ、村田のヤサに行ったらこう中覗こうとするんですよね、ユージが。あ、まあ、見えてないとは思うんですよ、はい、したらタカがドアが開いてたみたいで、はい、タカがガンって開けると、はい、ユージがガンと当たっちゃうわけ、うん、でそこもこうタカは半分わざとなんじゃないかっていう、こう開いてるのが分かってユージに当てそうな感じと、でユージもドアぐらい閉めとけよみたいな感じの文句を言ってるあたりが、はい、ここもね、小ネタが入ってます。続いて、はい、で今度はですね、あけぼの商事というところを、まあ、ここがね、その銃の密売だったり、もともとのその北竜会だったかな、はい、そういう会組が解散して、その残党がまた作った、まあ、怪しい組織なわけですよ、会社、うんうん、でこのあけぼの商事をなんか屋上から高津氏とトールがねマークしてるんですけど、モスバーガーか分かんないですけど、なんかファーストフードを高津氏が食ってて、そこにトールが来るんですけど、そこでまあやり取りした後に、新見を追うかあけぼの商事をそのままマークするかで、まあ、ユージが新見を追うことになるんですけど、はいはい、そこの時に、まあ、行動費っていうことでトールの財布をこう強奪するんですよ。で、行動費だとか言って。わけわかんない。そんなの、自分の金でやってくださいって俺言うんですよ。そう言うよね。でも、そんなんで、そのユージは、自分の金をそんなことに使えねえって。どういうことやねん。回収をするっていうね。なんてこと、なんてことを言うんですか。最高でしょ。ユージ。本当に。本当に。もう、警察官と。仕事ないのと思ってんのや。だからやっぱね、遊びが仕事で、ね、仕事が遊びなんですよ。面白いですよね、それ。最高ですよ。いいですね。でそのまんまの流れで新見を、まあユージはマークしてるんですけど、はい、車の中で新見をこう見ながら、新見とあけぼの商事のやり取りを見てるんですけど、まあ遠いから見えないんですよね。そしたらユージがなんかこうズームアイとか言って、おなんかサングラスをこう外して、こうなんかやるんですか。自力で行くんですか。そう、自力で、自力でズームアイやるんや。ズームアイしてるんですけど、すごい、ただ単に顔がこうアップに、あ、そうそうですよね、目開くだけなるだけなんですよね、うん、だからこれはあの効果意味あんのかっていう、意味がないです、はい、多分意味はない、このズームアイ。面白いズームアイ。まあ言ったらユージのあのお茶目な変顔ですね、っていうのがこのズームアイ。これはでも必見ですね。はいはい、はい、でこのそのズームアイの、ズームアイの流れでそのまんま、あの、新見をかけるときに、ユージもなんか知らないんですけど、尿意を催して、トイレに行きたくなっちゃったんですよ。おしっこ行きたくなったんですね。で、その時の動きが、もうだからいつものね、はい、軽妙なユージの動きじゃなくて、もう我慢しながらだから。漏れそうだから。漏れそうだから。これが、ね、その動きがね、いつもとのギャップでね、またいいですね。くねくねしながら行くわけだ。もう、あっとか言って、これがね、いいですね。いつもとのギャップが最高です。はいはいはい、続いて、はい。次はですね、このまあ、悪さをしてる中学生一人を捕まえて、トールが取り調べをしてるシーンがあります。で、要は仲間を かばって、まあ、吐かない。で、それを吐かせようとするんですけど、その時にトールが、こう、俺も愛徳にいた頃は、みたいな話をするんですよ、ね。愛徳。はい。愛徳。で、これが、まあ、アブデカの中なんだけど、ビーバップの話を。なるほど。はい。その、ビーバップの高校か。高校ですね。
だから、まあ、ビーバップっていう名前は出てこないんですけど、なるほど、愛徳っていう、愛徳っていう言葉がビーバップが出てくるというね、面白いですね。まあやっぱりトールさんのね、まあ、名作でもありますから、そうですね、ビーバップがハイスクール、はい、それがまた出てくるという、いいですね、取り調べですね、はい、続いて、はい、次がですね、まあ、これ少年がですね、まあ、黙秘したりとか、要は言わないわけですよ、その友達が銃をパクって逃げてる、その居場所を言わない、もう近藤課長も薫もクソガキがとか、近藤課長がね、あんなクソガキがっていうのは結構珍しいんですけど、はい、でそのガキをね調教するためにいきなりタカがねこう連れ出すんですよ、取り調べ室。ああ、なるほどなるほど、出た鉄拳制裁のタカさん。そうですね、こういうところはね、そう、ま、デカマシーンだ、ね、女とか子供にはめっぽう強く当たるタカさん。そうそれで女ね殴っちゃったりしますよね、タカさんってね、容赦ないからね、容赦ないんですよね、そうそうそう、その容赦ないのが出てくるわけだ、出るんですよ、もう取り調べ室から出て、わかるわかる、あのなんか建設現場のとこ連れてくるんだよね、そう、屋上とか、要は何、塀とかがない、危ないよね、あれ高所に連れてって、怖いよねあれ、そう、タカが説教です、鉄拳制裁ですよね、要は仲間を守って黙ってることが正義じゃなくて、吐いてあげることで仲間を守れる、なるほど、まあ言ってることは正しいけどな、やり方がどうなんだろう、そうそうそう、まあでも当時のねその面白い体でというか身をもって教えるっていう、ね、まあよく言えばだけど、今だったらそれマジでその苦情の電話とかテレビ局にかかってきそうなやり方ですよね、うん、ハラスメントです ね完全に、そんな何考えてんのみたいな危ないですからね、本当に本当に危ないもんね、うん、あれだけど、ここでそのタカが言いたかったのは、要はまあ命に関わることをやってるから、確かにね、もう入ってしまって仲間を守ってやると、そうです、ね、でこのタカの熱になぜか感化されたトールが、うん、そのさらにその危ない方に行くんだよね、そうだよ、子供を連れて、先輩が言ってることかなみたいなね、お前危ないだろ、そうそう、もっと危ないって、お前危ないぞほんまに、落ちたらどうすんねん、そうだからタカもちょっと止めたい感じぐらい、 おいおいおいトールそこまで行かなくてもみたいな、そう、熱が入っちゃったトールっていう ね、 面白いね、そう、このシーンは面白いですね、うん、面白さもありながらやっぱりタカのデカマシーンも見れるという、そうですね、続いて、続いてはですね、そのまあ子供が組員のね、要は拳銃を盗んで、うん、でその取引の場所まで知っちゃったので、うん、その取引の場所にまあ子供がいるわけですよね、ああそっか、銃を持ったまま、はいはいはい、でもうそれもバレてるので、はい、危機一髪、子供が襲われるんですけど、まあ、そこにはしっかり高戸裕二がまあ駆けつけるわけですよ、要は子供が最終的にはまあ吐いたわけですよね、はいはい、その鉄拳制裁によって、うんうん、で居場所が分かったんで、その新見というね、まあ、要は連中です、はい、組員のその秋物商事のまあ社長と、はいはい、その一行を止めて、はい、で最後にですね、高戸裕二がまあ、要はダンスをしてあげようっていうことで、相手の足元にバン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 打つんだよね、連発する、まあ、この時はもう贅沢なショットです、その高戸裕二以外に、まあ、トールもいるし、そうですね、みんなさんいますもんね、中さんもそれから、春さんもいますもんね、そうそう、全員で打つんですよね、足元、足元打つんですね、そう、みんなは全然バンバンバン危ないから普通になるんですよね、そう、このシーンは多分まあ一番面白いよね、見どころですよね、そこまではね、こうかっこよく、うんうんうん、高戸裕二が、うんうん、ね、相手をやっつけて最後の、まあ、お仕置きみたいな、お仕置きでというところで、そうで、そこに中さんがこう悪乗りしたんですよ、はい、この地面打ってるんですけど、中さんはもう熱が入っちゃって、はい、ほんとこう顔面に向けて打とうとするみたいな、でそれを高が止めるという、ね、なるほど、もうボケツッコミですね、炸裂してます、で今度は子供をね、まあ要は説教するというか、まあトールがね、ああ演説ぶるんかな、そうそうそう、懲らしめるように最後ねするんですけど、お前たちなみたいな、そう、ここも要は高戸裕二にいつもね言われてるし、やられてるから、もうトールも逆にそれをね、いつもの鬱憤を晴らすかのように、その小中学生たちに説教してるのが高戸裕二が面白くてしょうがないんでしょうね、はい、言ったれ言ったれみたいな、でそれもまあパパもね笑っちゃったりしてるんですよ、俺も今では港署の
縁の下の力持ちみたいなこと言ってるんですけど、もう本当に笑っちゃってるのが多分映ってるので、面白いですね。そこでね、要はトールの日頃の鬱憤を中学生にぶちまけてる、ぶちまけてると。そして最後、うん、最後はまあ港署員で近藤課長がやっぱねグダグダ言うわけですよ。あ、説教するんか。説教、まあ、捜査方針というか危なかったりね、うん、で言ってるんですけど、最後なんか薫が弾丸をね、高とかのそのまあ港署メンバーみんなに配って、うん、それを弾丸を耳栓代わりにして、ああ近藤課長が言ってんのも何も聞こえないのして、だから途中から本当にサイレントになるんですよ。無音になるんですよね。無音に。で近藤課長がもう口パクパクしながら言ってるわけですよ。でもそれ何にも聞こえないというこのね見せ方、サイレントというすごいね、あのエンタメですね。ね、斬新ですよね。多分斬新。いや、これはだから見せ方がうまいっていうか、こんなのを、まあそれ以降のね、刑事ドラマではあるかもしれないですけど。いや、ない、なかったんじゃないですかね。ね、長谷部監督の演出、うん。見せ方が、それがまた弾丸っていうのがまたいいじゃないですか。ね、いいですね。弾丸を見せにする。ここがやっぱなんかその、そう、長谷部監督らしい。そう、感じるところでもありますよね。うん。なるほど。エンタメという。いや、面白い。素晴らしいですよね。いいじゃないですか。というだからこの回はね、そのダイナミックな見せ場とかっていうよりも本当ね、いろいろ散りばめられてるわけ。そう、小ネタがすごいこう散りばめられて、なるほど、いいっすね。ユニークな回ですよね。なるほど。この DVD マガジンによると、はいはい、バタリアン、流行語オバタリアンの元ネタっていう記述があって、ってね、はい、パパさんのセリフに、はい、エイリアンだがバタリアンだかというのがある。うん、バタリアンとは1986年に日本で公開されたホラー映画のことで、あ、ホラー映画から来てるの、うん、大ヒットホラー映画ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドのオマージュ的作品で、コメディ要素が満載だったらしいんですよ。なるほど、うん、そこでオバタリアンっていう言葉が出てきたっていう。知らなかった。はい、いや言ってました。確かに厚かましい中年女性を意味するオバタリアンという造語も誕生。はいはい、あ、そういうことだったんだ。ううエイリアンだから何とかって言ってたのは記憶してるんですよ、うん、エイリアンだからバタリアンだか、はい、なるほど、ね、そんなのもあったと。そうだからそういうね、本当小ネタなんですよね。ね、小ネタがすごいいっぱい入ってる回、面白いですね。なんですよね。いやなるほど。というのがこのイタズラという回ですね。いやいいですね。デカマシーン、その、うん、女子供に強いですね。そう、でもなんかたまに見たくなるじゃないですか。高野のね。だからバッチーって叩くからね。そう、女性を容赦ないあたり、ね。容赦ないよね。うん、いや面白かった。というわけで、モーター危ないデカ第10話いたずらの、マニアック、本当マニアックだったと見どころについて小石さんに解説をしていただきました。はい。そして次回はですね。Thank you.
デカファッションプロダクト復刻企画第2弾の最もの高のスリーピースですね。このねポケット手入れる仕草、それから V ゾーン、ベストの形とかね、まあかっこよくてね、こう浸っちゃいますよね。横浜歩くのが本当幸せな思考の一着ですね。もう360度かっこいいですし、この風格、男らしさとかダンディズム、色気みたいな、本当に味わえる、本当特別な一着です。ぜひ見てみてください。こちらがアブデカファッションプロダクト復刻企画第1弾のユージのステンカラーコートですね。ポイントはこの襟です。襟見ていただくと立ってる感じ、それからこのシワ感とこの光沢、ドレープです。この辺りをなるべく忠実に再現した形で復刻してみました。動いたりするとちょっとひらっと動く感じ、走ってる時にすごく軽快で有志の気分が味わえる一着になってますね。ほんと横浜歩くと気持ちがいいコートです。ぜひ見てみてください。